那我们来请B 大嫂再问看他，那皮多米莎是不是老师呢？ひとみさんは先生ですか？嗨，私は先生です。哎，正しいです。那我们接下来再请ひとみさん来问一下 Daisy 嫂，是不是律师？弁護士吗？嗨，弁護士，真理，真理。好正しいですよ。，Daisy，Daisy さんは弁護士ですか？いいえ、私は弁護士じゃありません。没错，bingo 喜。好，那我们接下来再请他来问问看，是请 Hidomi 桑问 Daisy 桑是不是公司职员？Daisy さんは会社員ですか？はい、私は会社員です。嗨，好的，是的。好，那我们接下来再请我们 Daisy 桑来问问看我们的 Sharon 桑，是不是工程师？工程师，engineer。嗨，豆豆。Sharon 桑は engineer 嗨，ですもう一か？度。嗨，もう一度。Sharon 桑は engineer ですか？シェーンさんはエンジニアですか？はい、シェーンさん、どうぞ。いいえ、私はエンジニアじゃありまなんか問一せん。下我们的ビーラさん。はい。それ比较近还是あれ比较近？それ。それ比较近。好，那これ比较近还是それ比较近呢？ひとみさん、你自己哦，你自口己。交接口嘞。头雷是离自己最近的，手雷是离对方比较近的。好，那下一个杂志，杂西，扎扎西，西，对，再一次杂西，扎扎西，西，对，那我们请 Daisy 上。扎西。嗨，因为我刚刚听到不知道哪个人的声音，他特别的卷舌。对，要注意哦，日文呐、很方便，它不用卷舌，所以呢，我们只要很轻松念扎西就好了，你会听到有卷舌的音。OK，那下一个书 home，home home 嗨，皆さんもう一度 home，嗨，那我们请薛任さん。home home home 对 home，那例如说，我们上次有没有学到 no？名词跟名词中间会接个 no，对不对？那比如说它是英文的书，我们会怎么说呢？我们会叫做上次学英文 Echo，没错，那是英文的书 no home。No home。これはメガネです。还发音 megane です，嗨 megane。メガネ。再试一次，これは何ですか？これはメガネです。はい、これは誰のメガネですか？可以说我的啊、你的啊、老师的啊、学生的啊，都可以，照样造句看看。これは学生のメガネ。メガネです。对，你可以说，其实可以说これは学生のです、或者是これは学生のメガネです。はい、どうぞ、もう一度お願いします。これは学生のメガネです。接下来，ジェイソンさん、これは、あれは何ですか？はあれはペンです。い、あれは誰のペンですか？あれは友達のペンです。正しいです。好、ビラさん、これは何ですか？これは鉛筆。鉛筆です。もう一度。ビラさん、これは何ですか？これは鉛筆です。これは誰の鉛筆ですか？これは、これは、中山さんのです。也可以。那是你想说中山，对不对？对。中山嘛。中山さん对对の对，です。もう一度お願いします。これは誰の鉛筆ですか？
これはのこやまさんのです。哦，嗨，好，那我们接下来请ひどみさん。はい、これはな、あ、これは何ですか？これは携帯です。哎，零号音哦，得记得。携帯。これは携帯です。嗯，はい、もう一度。これは何ですか？これは携帯です。これは誰の携帯ですか？これは私の携帯です。嗯，正しいです。